このエピソードでは、英語環境でのコミュニケーションの苦労から解放されたい方に3つのヒントをお届けしたいなと思います。皆さんこんにちは。私はハワイ在住で英語発音コーチとビジネスコーチをしているアイコ・ヘミングウェイです。So welcome back to another episode. So before I dive into today's topic, I made a video for English learners, advanced learners who are working in an English environment, and I shared 3 tips for them to be able to sound more natural in English.英語の発音の練習を散々してきたけれども、なんとなくまだ日本語っぽい発音になっているという方へ、この無料動画で3つのポイントをシェアしていますので、ぜひぜひ、チェックしてみてくださいね。上級者向けで英語環境ですでに働いている方へのヒントになります。で、このエピソードは英語環境でのそのコミュニケーションの苦労って、英語がセカンドラングエッジだったらその苦労が当たり前っていうふうに思ってるかもしれないんですけれども、実は解放されることができます。そういう苦労をですねしなくていいんですね。なのでそのヒントをですね3つを紹介したいなと思います。で、私自身アメリカに来たのは大人になってから20代前半で来て、で発音はもう全く通じない、そして、周りの人が言っていることが一切聞き取れないという、そういう状況からスタートして、いま、だに日本語アクセントはもちろんあります。もちろん20代前半から、アメリカに来て、で発音を練習したのはそれから6年後でしたので、29歳とか28歳とか、それくらいから始めましたので、日本語アクセントはあるんですけれども、普段の生活ではもうその英語の壁っていうのはないなくなったんですね。でプラス、英語のそのなんていうんですかね、英語を話しているという意識さえしなくなりました。なので、逆に言うとちょっと日本語も英語もちょっと中途半端な感じになっているんですけれども、たまになんかこうあれどっちの言語を話してるのかなっていう意識さえもしなくなるくらい、日本語と英語がですねこうなんていうんですかね、英語を日本語を使うように使えるようになってきたんですね。つまり英語の壁にとらわれないでやりたいことはやるっていう、そういうですね、選択をすることができてきています。なので英語のコミュニケーションの苦労から解放されることができるんですよ。でもなんかこう、大人になってからアメリカに来て、または大人になってから英語を練習して、英語環境で生活または仕事をしている時に、英語の壁とかその英語のコミュニケーションの苦労は当たり前だっていうふうに、その苦労はずっと続くっていうふうに思っている方へのヒントになればいいなと思います。ここから解放されることができます。ポイント1つ目、ちょっと1個目からすごく厳しいかもしれない、ちょっと耳が痛くなるかもしれないけど、1つ目は英語を言い訳にしない。英語を言い訳にしなくなる、これが解放への第一歩になると思います。もうマインドセットですよね。あの私の発音コースを取られている方わかると思うんですけれども、マインドセットが大部分を占めていますよね。なので、あ、ビジネスもそうです。ビジネスのコースを取っている方も、あ、なんかこれ全部マインドセットだっていうふうに気がつく方がすぐいると思うんですけれども、本当にマインドセットなんですよ。英語を話すとき、英語を言い訳にしない、まずはここから、このマインドセットをですね持たないことには、英語の苦労からは解放されないです。なぜなら英語がずっと言い訳になっていると、その苦労にずっと入っているわけですよ。英語を意識して英語が苦しいという、英語を話すのが苦しいという、そのマインドセットに入ってしまうわけですね。なので英語を言い訳にしないでみてください。
これができないのは英語のせいだっていうふうに英語のせいにしたら英語に怒られちゃいますよね、嫌がられちゃいますよね、なのでそうではなく、セカンドラングエッジとして話していいです、そして英語でも言い訳にしなくてもいいです。英語が原因ではないというふうに考えてみてくださいね、これがまずはですね、一つ目の大きなポイントになります。 Everything comes withinYou comes from within you, right? So you have everything you need already in your life. 本当に、なんて言うんですかね、英語が話せないから英語の苦労があるっていうふうに、こう、ないところにフォーカスするといつまでもないんですね。だから、まずは持っているものにフォーカスしてしまうこと。英語はもう自分の言い訳にはならない。そういうふうに思ってみてくださいね。やっぱりこのマインドセットはトーストマスターズを通じて結構手に入ったマインドセットなんですよね。なのでトーストマスターズ入っていられる方は英語のスピーチの練習をする場所なので、そういうふうにですねスピーチの練習をする場所っていうふうに思ってる方も多いと思うんですけれども、アメリカでトーストマスターズとかに通うと日本語話者はほとんどいないんですね。ハワイも多分日本人すごく多いと思うんですけど、オアフ島とか今オアフ島に住んでるんですけれども、日本人の方たくさん住んでらっしゃると思うんですね。会ったことがあまりないのでどのくらいいらっしゃるかわからないんですけれども、でもトーストマスターズのクラブとかハワイの、今トーストマスターズのディストリクトのグループの中でディビジョンディレクターをしているんですね。で、日本語話者、日本から来ている日本人になかなか会うことがなくって、日系人はたくさんいますよ、でも日本語が話せないという方がほとんどなんですけれども、日本からの日本語話者の方に会うことっていうのは本当にないんですよ。で、ハワイのそのトーストマスターズに通っていても英語がセカンドラングエッジっていう人はなかなかいないんですよね、なのでその環境の中でトーストマスターズを行っていて、ディビジョンディレクターでいろんなクラブをこうチェックしたりとかサポートしたりとか、あとは他の人にトレーニングをしたりとか、本当に英語というトピックではなく本当にそのトーストマスターズの中の、例えば私はコーチングがすごい好きなのでクラブコーチとかあるんですけれども、コーチになるためのトレーニングとか他の人にしたりするんですけれども、あとはトーストマスターズのクラブの中でミーティングがありますよね。で、スピーチをする人がいる、そのスピーチの、そのスピーチに対してエバリュエーションを出すとかするんですよ。だから私は英語が、ね、セカンドラングエッジで話していて、で英語ネイティブの人たちがスピーチするんですよ。その人たちに、あ、こここういう風にしたらもっと良くなるんじゃないっていう、そういうフィードバックとかをするんですよ。なので本当に英語がセカンドラングエッジとか一切関係ないです。そういう風にですね言わなくてもいいし思わなくてもいい、なので英語が言い訳にならなくなるような環境にまずは自分を置いてみて、で英語を言い訳にしない、そういうですねマインドセットを手に入れてみてください。英語はセカンドラングエッジでもいいんですよ。ただ言い訳にしない、言い訳にしちゃうと英語に嫌がられますからね、英語を例えばビジネスではお金を自分の好きな人と思うようにっていうふうに言ってるんですけど、英語もそうですよね。発音に関しても英語も自分が好きな人だと思うように、それがいやこの人のせいでこういうふうになっちゃったとか言われたら好きな人去っていきますよね。だから英語のせいにしちゃいけない、英語にもし去ってほしくないんだったら英語をしっかりとですね可愛がらないといけないわけですよ。大切にしてお友達で本当に愛してあげないといけない、じゃないと去っていっちゃいますからね。だから言い訳にしない英語のせいにしちゃいけない、これが一つ目のマインドセットです。二つ目はですね、
やっぱり発音学ぶとすごくいいと思います。発音学ぶと私の発音コースって発音だけではなくて、発音とやっぱり文化って密接してるんですよ。文化に合った発音になっていくんですね。でやっぱり言語の構造もその文化に合っています。なのでそういう文化の違いとか言語の構造とかコミュニケーションの違いとかもこう組み入れた発音のレッスンをするっていうことが私もそれ教えていて、クライアントさんどんどん伸びていったりとか見ていますし、私自身もそういう文化の違いとかそういうことをですね、こうありのままに受け入れるっていう、そういうことを始めた時に発音とかもすごく良くなったし、コミュニケーションも困らなくなったんですね。苦労しなくなったんですよ。なので、なんて言うんですかね。発音まず練習するといいかもしれません。私は発音コーチですので、発音を学んで、自分自身が学んですごいこう英語のその能力も上がったし、アメリカでの生活も苦労しなくなったんですね。もちろんその苦労しなくなったっていうのはもちろん人間関係とかいろいろありますよ。日本語、もちろん日本語だってね、いろいろこういざこざとかあるじゃないですか。自分のその私は日本語ネイティブですけれども、日本語話者同士でいろいろこう、勘違いがあったりとか喧嘩があったりとかそういうのあったりするじゃないですか。だからそういうことを言ってるのではなく、そこから全部解放されるっていうふうに言ってるのではなく、英語を日本語と同じように使うことができ始めるんですね。なのでやっぱそれには発音がいいんじゃないでしょうか。発音のレッスンを、ぜひ受けてみてくださいね。私の、コースは本当にマインドセットとか文化の違いとか言語の違い、コミュニケーションの違いとか、いろんなことにフォーカスしていますので、そういうことをこう楽しく、取り入れるとですね、いろいろ、もう世界が広がるし、発音も良くなるし、発音が良くなったらリスニングもすっごい良くなります。これは本当に私自身すっごい経験、何度も何度も経験していることです。自分が発音できるようになると、その音が聞こえてくるんですよ。音って周波数ですからね。周波数っていうのは振動とか空気とか、そういうエネルギーの動きが聞こえてくるんですよ。今までそこにあったのに見えなかっただけだったんですね。だけど自分が発音できるようになって、どこにフォーカスしたらいいか分かってくると、周波数が聞こえてきます。そういう振動があるっていうのが聞こえてきます。なので、ぜひ発音の練習っていうのをやってみてください。3つ目は、こういうふうにちょっと考えてみてくださいね。解放されるにはどうしたらいいかっていうと、まずは、自分を解放してあげる。まずは自分を解放してあげる。で、その英語を言い訳にしないっていうのにすごく似ているかもしれないんですけれども、まずはその苦労があって当たり前っていう考えからまずは出るっていうことが大切になります。これ、ビジネスコースでよく言ってるんですけど、まずは未来の自分になるんですね。時間の流れってすっごい面白いんですよ。この心っていうのは過去にも行けるし、今にも入れるし、未来にも行けるんですね。ちなみに、なかなか今にいるっていうことは少ないんですよね。大抵過去のことをくよくよく読んでいたり、過去にいたり、あとは未来のことで不安になったりするんですね。なので、なかなか今にいるっていうことはないんですけれども、この時間の流れを、効果的にちょっと使ってみましょう。未来に行って、でみましょう。まずはもう未来の自分になるんです。この苦労から解放されて、こう伸び伸びとしている自分をまずは想像してみてください。その自分はどういうことを考えて、どういう行動をしていると思いますか？で、そこに行くためにはどういうこと、どういう練習をしてきたと思いますか？まずはその未来の自分になってしまったら、どんどんこう時間って逆算していくんですよね。なんか流れが逆になるんですよね。これすっごい本当に面白くって、時間のコンセプトは本当に面白いと思うんですけれども、よく現実願望する
願望実現するなんか方法みたいなあるじゃないですか。それってやっぱり引き寄せの法則だったりするから、まずはその自分がそのなりたい自分にまずはなっていること、そうするとその周波数が出てきて、で、実現するっていう、でそういう方法って本当にその通りだと思って、私も今までそれを何度も何度もしてきたので、これは効果があるんです。ただ自分がその未来の自分になっているっていうのを本当にもう信じていないといけないもし思っても、いや無理でしょうと思ったら、やっぱり無理な未来になるんですね。なのでまずは自分がこういう状態にいたい、でこういう状態にいる自分を疑うことなく、もうその状態になっちゃうんですよ。そうするとですね、なんとそれが実現します。なのでまずは英語のその苦労がない状態を思い浮かべてみてください。もう自由な状態、英語の壁とかがない状態を思い浮かべてみてください。そしてその自分にもうなってみてください。もう大丈夫みたいな、英語の壁とか何みたいな、なんかそういう感じでいると、それが実現します。でそれに対してやっぱり練習とかは必要だと思います。何もしないでそれだけで、実現するかといったら多分そうではないと思うので、まずはなりたい自分になったらどうなるかというと、今何をしたらいいかが分かるんですよ、明確に。でそこに行くにはどういう道を通ったらいいかっていうのを大体見えてくるんですね。しっかりとこうイメージできるようになると。これは英語だけではなくビジネスもそうなので、ビジネスのクライアントさんもぜひやってみてくださいね。なので、その、未来の自分になって、今から行動と考え方を未来の自分にしてみてください。その状態で、ぜひ発音練習して、そして言い訳をしない訓練をするようにしてみてくださいね。どうですか、この3つのポイントをですね踏まえると、本当に英語が言い訳にならなくなります。英語の壁とかなくなるかもしれないです。でこれは本当にこの方法って英語だけではなく何にでも通用することだと思うんですね。なので一回この、エクササイズをして、英語がもしその英語の壁を感じなくなって、英語を言い訳にしないようになって、この苦労から解放される自由な生活を手に入れたら、一回その経験がありますよね。そしたらもう他のこと、あこれもやってみたいっていうことも難なく実現するようになると思うんですよ。 See, if you become successful in one area, chances are you can be successful in another area. こういうふうに言いますので、ぜひこの3つのポイントを踏まえて、今日からぜひ英語を言い訳にしない、英語の苦労から解放される、そういう自由な生活を手に入れてみてくださいね。で、ブラックフライデーセールを行いたいと思います。で、これは自主学習版の12週間の発音矯正コースがあるんですけれども、それをこの期間に購入された方、先着10名に30分のプライベートコーチングをボーナスとしてつけたいなと思います。通常1時間のレッスンに400ドルチャージしています。だいたい4万円ほどをチャージしていますので、30分だと2万円ほどですね。こちらのコーチングを無料でお付けするボーナスを、先着10名様にプレゼントいたしますので、この自主学習版もし興味がある方はぜひチェックしてみてください。英語環境で働いていて、で上級者がさらに上に行くための英語のポイントが満載です。発音のそのポイントだけではなく、文化の違い、言語の違い、コミュニケーションの違いから、マインドセットについても、これをですね、このコースの中でシェアしています。そして、このプライベートレッスンは英語だけで行いますので、英語だけで話せる方を対象にしています。上級者がさらに上に行くためのポイントって結構あるんですよね。パターンもあるんですよ。なのでこの30分で
効果的に、皆さんの、発音をチェックして、どういうふうに練習していったらさらにさらに上に行けるか、そして私のその実習学習版をどういうふうにしたら効果的に使えるかっていう、活用できるかっていうのもこの30分間のコーチングでシェアしたいなと思います。詳細の方は概要欄の方をチェックしてみてくださいね。 Okay, so thank you very much for watching and I'll see you guys later. Bye!